皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋ともでございます。ということで、今回は、仮面ライダー035話の感想です。35話、早いなんでしょうか。今日の放送分でですね、ストック上もないよっていう話は皆さん多分知ってると思います。それを見たらびっくりした。すぐ分かったけど、ちなみにね、これすぐ分かんなかったなってね、まあ、それは後期後のやつだけどね。まあ、それはいいとして、まあ、ブリストの感想としては、やっぱりちょっと、まさかの進化して帰ってきた人もいるし、謎感じでしたね。そして来週は、再放送ストック会。ストックがないので再放送になります。それも感想もちゃんとあげますので、両方ともです。ただし、戦隊の方はね、言っちゃうとね、見たやつなんだよね。ここ重要。あとで、ピラメージの方に、また説明したいと思います。ということで、まず、仮面ライダーを締めたいと思います。BS、この感覚が、撮ってきてね、実はちゃんと撮っており、YouTuber として撮っておけばいいところを撮っておかなかったことがありましたけど、まあ、しかないですけど。敵の集め中なうということで、お知らせしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。